プロにとってこの大会はどんな大会になりますか？はい、1年間を通して唯一チャリティーカップっていうチャリティーっていう名前がつく大会で、私が2年前から初めて参加できるようになったんですけど、いろんな方が物を手作りで作って販売したりとか、車椅子の方とかいろいろ見に来られて、まあ、皆さん見てても楽しんでもらえてる大会なので、私にとってもちょっとそういう意味ではいろんな人に楽しんでもらえる大会にしたいなっていう気持ちで投げてます。はい、公式練習で、投げたと思いますけども、今年のレーンの印象はどうでした？去年が、ちょっとすごく難しくて、女子のカットラインもマイナスで低かったんですけど、今年は去年よりかは点数が出るんじゃないかっていう話をちょっと投げてる方からも聞いたんですけど、実際投げてみてミスがあんまり許されないレーンというか、女子にとっては結構きついレーンになるんじゃないかなとは思うので、とにかく焦らないでしっかり投げたらいいのかなと思うんですけど、ちょっとやっぱり怖いですね。はい、そしたら明日からの本戦に向けて意気込みを教えてください。はい、まずは自分の投球をしっかりして、あと見てくださってる方にも楽しんでもらえるようなそんな大会にしたいと思ってますので、一生懸命笑顔で頑張りたいと思います。頑張ります。